マルタの軍事では、マルタの軍事について解説する。マルタは、地中海中央部に位置する当初であり、地中海の東西交通を完成できる位置にある。中世以降に限っても1565年に、マルタ騎士団とオスマン帝国の間で、マルタ包囲戦が行われ、1798年には、ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍が、エジプト・シリア戦役の途中で占領している。その後、 1800年にイギリス軍が占領し、1814年にイギリス領となっている。イギリスは地中海艦隊をマルタに配備し、通商路の保護、権益確保に当たった。第一次世界大戦においては、戦団護衛部隊の基地として、連合国各国が利用している。1930年代中盤に入り、ヨーロッパで緊張が高まってくると、 地中海艦隊主力はイタリアからの空襲を恐れ、アレキサンドリアへと移動した。第二次世界大戦中は地中海の東西交通を維持し、イタリアとリビア間の補給路を妨害する拠点として活用された。特に戦争前半において、航空、水上、潜水艦部隊の行動により、北アフリカ所在の数軸軍への補給を妨げた。そのため、これを制圧するため、 イタリア空軍と数軸国空艇部隊による占領作戦も検討されたが、これは実行されなかった。マルタに対する連合国の補給も容易ではなく、ビガラス作戦、ハープーン作戦、ペデスタル作戦などの補給作戦が行われている。1942年にはイギリス王室から困難な状況に立ち向かっていることに対して、マルタ島住民へ勲章が贈られている。 連合軍の構成により、1943年にはマルタの包囲は解消された。1964年にマルタはイギリスから独立し、1974年に共和制に移行した。所在イギリス軍のうち、地域部隊がマルタ軍として改編、設立された。1979年にはイギリス軍も撤退している。マルタ軍は陸海空の核戦力を持ち、 2008年時点の兵員は約1600名で志願制。北、大西洋条約機構などの軍事同盟には加盟していないが、親、西欧的な安全保障政策をとっている。1995年に NATO との平和のためのパートナーシップに参加したが1996年に一旦脱退し、2008年に復帰している。マルタ軍は三個連帯及び、 航空部隊、船舶部隊からなる。主力は、不評2個中隊、特殊部隊1個中隊を機関とする第1連隊である。マルタ軍の編成独立以前には不評及び砲兵、各1個連隊が中流イギリス陸軍の主力であった。1800年には、イギリスの下マルタ民兵連隊が設置された。このうち、不評部隊は、財政上の理由などにより改変。 廃止を繰り返しながら、1931年に、本国の支援により、国王マルタ連隊となった。設立時は1個大隊であったが、対戦中には、最大4個大隊編成となった。対戦後に縮小され1972年に、解散している。砲兵連隊は、民兵部隊の一部を改編し1861年に、設立されている。 この砲兵連隊を1974年に改編し、マルタ軍が設立された。本部は陸上部隊3個連隊及び航空部隊、船舶部隊を統括する。部局などは以下の通り、第1連隊はマルタ軍の主力であり5個中隊編成である。第3連隊は航兵部隊である。紹介及び捜索救難を行う固定翼機。 ヘリコプターなど11機装備。小型小海底等装備。マルタ海軍艦艇一覧も参照。AB マルタ基礎データ。外務省日本外務省日本外務省は一旦脱退。NATO サイトはサスペンドとしている。NATO トピック。リレーションズウィーズマルタ NATO。ありがとうございます。